こちらが東芝のピッキングロボットです。このロボットはハンド部を商品に合わせてコントロールすることにより、さまざまな商品を取り扱うことができます。またビジョンシステムには AI を使った独自の認識処理を組み込むことにより、商品の情報をあらかじめ教えることなくティーチレスで運用することができます。また商品の出荷にあたっては、商品を効率よくまた丁寧に詰め込むことによって、お客様の運用コストの削減にも役立ちます。では動かしてみましょう。こちらが倉庫から出てきた商品のコンテナです。こちらから商品を指定された数だけピックして、あちら側にあります出荷用のコンテナに収納します。こちらは、ハンド部を商品に合わせてコントロールすることにより、こちらにあるような斜めになっている商品も取り出すことができます。はい、こちらです。以上、ピッキングロボットでした。